こんにちは、タムです。今回は次回のモンストニュース予想をしていこうかなって思います。去年のモンストニュースを軽く振り返っていきますと、軽く振り返るんですけども結構濃厚でしたね。追加超究極でエキドナが発表されました。そして報酬としてストライカーカードや、勲章がありましたね。そして過去に登場したクリスマス仕様の期間限定キャラクターが復刻されましたね。そして後にミカルが重心抱えするという形となりました。そして守護獣のフォンフォンが登場。そう、このタイミングだったんですよね、フォンフォンが追加されたの。そしてこちら、モンスト年越しイベント第1弾が発表されました。このイベントではケイウさんの発表だったり、超爆豪祭だったり、あとは特有の園、そしてオーブチケットの配布がありました。これが一番大きかったんじゃないかな。やっぱりね、オーブチケットであれど、やっぱりオーブなんでね。やっぱりね、オーブ50個分のオーブ引換券くれたのは、個人的にめちゃくちゃ嬉しかったですね。結構ね、文句多かったんですけども、僕的にはめちゃくちゃ嬉しいです。はい。振り返りはここまでにして予想ね、していこうかなって思います。一つ目。去年はクリスマスの日にミカエルがモンストアプリ内で号外重心化解しましたが、今年はどうなるんでしょうか。モンストは2年連続でクリスマス号外限定重心化解しています。2021年はラファエル、2022年はミカエル。このような感じで2年連続でサプライズ重心化解していますが、2023年は来るんでしょうかね。今話題になっているのが、今年のモンコレデラックスが12時ではなく0時に終了するため、ラファエルやミカエルみたいに何かクリスマスのサプライズ重心化解があるんじゃないのかって結構話題になっていますよね。去年のモンコレデラックスも0時に開催終了していて、その後バナーが変わってクリスマスガチャでミカエルのピックアップガチャが開催されていました。これもラファエルも同様に同じようなことをされていましたね。そうなれば今月のモンコレも0時に開催終了するので、去年みたいにクリスマス限定重心化解があるんじゃないのかなって思っています。ですが、クリスマスサプライズ重心化がなかった2020年のモンコレを見てみますと、2020年も0時に開催終了しているんですよね。その点からモンコレが0時に開催終了するイコールクリスマス限定重心化が確定で来るとは言い切れないですよね。ただよ、2年連続でクリスマス限定重心化会がしていますので、さすがに今年もあるかなって思っています。モンコレデラックスの開催終了日は21日木曜日の23時59分に終了します。なので21日のモンストニュースでクリスマスのキャラクターが発表されて、22日の0時にそのキャラクターのピックアップガチャが開催する流れかなと思います。で、今年の候補はクリスマスアルファ2020年組、魅力、変化球ですが弁財天、この3択かなって思っていますね。クリスマスアルファ2020年組に関しましては、今年の12月の上半期に2019年組、2021年組だけクリスマスアルファの復刻したんですけども、2020年組だけ復刻しなかったのは結構違和感ありますよね。もしかしたら2023年のサプライズ枠として残してるんじゃないのかなと思っていますので、その点から2020年組の重心化解も候補に入ってくるんじゃないのかなと思っています。そしてこちら、魅力。順番的に考えるならば魅力の重心化解が一番可能性が高いですね。12月の上半期に水の遊園がなかった点から魅力も重心化解が怪しいですよね。あとスケジュールを見てみますと、22日に最新非豪絶のママゴアシが降臨されます。魅力が進化ベースの貫通になって転送壁がついて、ママゴアシの追加適正枠が出てくる可能性があると見ていますので、魅力の重心化解の可能性が結構あるかなと思っています。そして弁財天、弁財天もクリスマスイラストがありますので、候補に上がってきますよね。ただ一番可能性が低いかなと思っていますね。なんとなく弁財天は2024年のモンドリか2025年あたりに、重心化解すると思ってるんで、自分はないかなと思っていますね。自分はクリスマスアルファ2020年組か魅力の2択、このどちらかかなと思っていますね。今回自分が予想しますのはこちら、クリスマスアルファ2020年組の重心化解で予想したいなと思います。
まあ先ほども言ったんですけども、2019年2021年だけアルファの復刻して、2020年のアルファだけ復刻しないのはおかしいなと思ったんで、自分は2020年組のアルファを第一予想として予想したいなと思います。電撃団が初実装されたのは2019年で、4年間の間何も強化されずにずっと放置されていますので、カメハメハアルファの重心化回で超強電撃弾が初実装されるんじゃないのかなって思っています。結構大幅に強化されてめちゃくちゃ強くなってくれたら、それはとっても嬉しいなって思っています。あとカメハメハアルファに転送壁つけたら、22日のママゴアシで適正になるんですよね。しかも減速壁もありますし、アンチブロックを持っていますので扱いやすいかなと思います。しかもゲージ倍率保持もあるんで、ゲージも外せるしね。しかもあのクエストの雑魚敵って結構ね、真ん中弱点に来るんですよね。その点から電撃がね結構強いかなと思ってるんで、クリスマスアルファ2020年組の重心化回で第一予想したいなと思います。ぜひ皆さんの予想等も教えてくださると嬉しいです。2つ目はスパイファミリーアルファの追加超級曲が来るかなと思います。前回も超級曲のエキドナがあったので、今回も超級曲があるかなと思います。最近コラボには超級曲のミッション報酬としてこういうストライカーカードがありますが、スパイファミリーアルファには現状ストライカーカードの報酬がありませんので、その点から超級曲に来るかなと思っています。超級曲の候補はユーリ、フォージャー家、ヘンリー、ネタ枠になるかもしれませんがステラおばさん、この4つのうちどれかかなと思っていますね。今のところダミアンのクエストにアーニャアルファを入れると特殊演出、フィオナのクエストにロイドアルファを入れると特殊演出があって、ヨルさんを編成した特殊演出が今のところないので、ヨルさんを編成した特殊演出があるようなクエストが来るかなって予想しています。なのでヨルさんを編成した特殊演出が来る候補はもう一択ですよね。なので今回はユーリーが追加超級曲が来るかなって思っています。まあユーリーはね、すごく独特なキャラクターで、すごく面白いキャラクターですし、来てくれたら嬉しいですよね。なので今回はユーリーが追加超級曲として予想したいなって思います。ぜひ皆さんの予想等も教えてくださると嬉しいです。3つ目は、去年はこのタイミングでモンスト年越しイベントの第1弾が発表されましたね。まあ先ほども紹介したんですけども、ケーブスはトクエルの園だったり、まああとはね、あのオーブチケットの配布がありました。まあですので、まあ今回も似たようなイベントがあるかなと思いますが、まあトクエルの園は確定であるとして、まあケウスはね、今年はないんじゃないかなと思っていますね。やっぱりアーニャの同行のイベントがありますので、まあ今年はね、ケウスはね、ないかなって僕は思っています。はい。で、こちら、オーブチケット。あったらそれはとっても嬉しいですよね。やっぱりね、オーブチケットといえど、オーブ50個は嬉しいって。みんな結構なんか文句言ってるけど、嬉しいでしょ？あの、実際来てくれたら。なので、あの、オーブチケット50個の配布、また今年もね、来るんじゃないのかなと僕は予想しています。はい。まあ、今回のモンストニュース予想はこんな感じでいこうかなと思います。はい。まあ、あの、重心化回は、まあ、2020年の、まあ、あの、クリスマスアルファで、まあ、予想していますので、まあ、今回ね、限定重心化回のなんかそういうね、性能予想とは、まあ、そういうのはもう、訳そうかなと思います。はい。ということで、まあ、今回の予想はこんな感じでした。ぜひ皆さんの予想等も教えてくださると嬉しいです。ということで、バイバイ。